はいどうも、スペースサルです。今回はワンコン、ワンダートイコンベンションに行ってまいりました。今回は尾形幸太郎さんと一緒に取材してますので、それでは VTR スタート。ワンコン用とかそういうのってあるんですか？カラー的なやつ。これ、こちらですか？不思議ですね。いや、マスクしてますやん。マスクしてたらこれいいけど。ね。あれ、これお値段出してないの？2万円。はいはい、ここに書いてある。あ、書いてないね。あ、書いてる。ごめんなさい。しっかり見ろやね。しっかり見てくださいよ。あ、すいません。小田さん、小田さんからちょっと語ってくださいよ。一つ一つ解説してくださいよ。せっかくなんで。手前から。そう、はい、尾形です。ですね、そうです。いつものように光源を設定して陰影を置いてます。はい、こっちから見てほしいって感じですか？いや、そのいや、はい、えいや、なるべく、はい、3体塗らせてもらったんで、はい、まあ、全部印象が変わるようにって感じで、はい、まあ、赤、青、はいはい、最後何色でしょうね、はい、ちょっとわかんないんですけど、ちょっとパッチワークみたいな感じ、はい、新しいことに挑戦してみました。はい、はいはい、以上です。ジョコさん、いかがでした？もうとてもありがたく思っております、はい、最近デビューしたばかりなので、はい、まだまだですけど、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。瓦礫の人間なんで。あ、そうなんですね。もともと、はい、瓦礫の瓦礫との方なんで、はい、コンビの方が落ちても割れないんで取り扱いが楽だ。そうなんですよね。でもレジンならではの造形の細かさっていうのは。そうですね。これいいですね。ありがとうございます。これって動画で流してもおいくらって聞いても大丈夫ですか？大丈夫です。これおいくらですか？これ3万8000円で販売しようかなって。今検討中みたいな。検討中です。はい、すごいですね。ありがとうございます。はい、これね、ショーウィンドウに並んでたのをはっきり覚えてるんですよ。モアイ像とか、はいはいはい、で遠足にも持って行ってたんですよ、僕。フードマンとか。え、世代ですか？違いますよね。僕平成3年です。全くかぶりもしてない。僕直撃世代なんで。箱すごいですよね。箱までこだわってあるし、僕らの時はお疲れです。あ、お疲れ様です。これって召し上がって大丈夫？はい、ありがとうございます。平成にもミクロマンがあって、僕はそこから入ったんですよ。で、大人になるにつれていろいろこう宝井製ブランド勉強していったら、フードマンだとかスーパーミクロマンとか当時のもののオマージュだったりもしたんで、でそれでもう当時もの集めるようになってました。ロボットマン、あ、ごめんなさい、はいはい、もうちょっと待ちて。これって見て大丈夫ですか？触っても大丈夫っすよ。あ、いや、ダメです、ダメです。いや、全然、ただ、トブキじゃないんで。あ、これトブじゃないですか？サンプルで持ってきてる、出力品なんで。今後、これが出るとかって感じですか？年内には出したいですね。わかりました。ありがとうございます。持っちゃって大丈夫です。ただ、裏とかあんま綺麗にちゃんと磨いてないんで。はい。
これ一番かっこよかった、一番好きだ、エアジョブなんで一番好きかな、やっぱり。僕のシックスが一番好きですね。めちゃめちゃかっこよかったです、ね、今日も履いてますけど、シックスのインフラが一番好きなカラーなんで、で一番最初にインフラにしようかな。めちゃめちゃかっこよかったですよね。配信するんですか？何ですか？解説しますね。これ見てもいいですか？あ、こっちごめんなさい、ごめんなさい。触ってください、すごく安心しますよ。ピューピューしてる、はい、テックリーブドアっぽいやつ、あ、本当だね、はい、あ、そうなんですよ、はい、ブラックバスルーでルアーで釣るサバめちゃめちゃでかいですか、そうですね、今ルアーもいろいろあるじゃん、はい、あれだから、はい、今クロックっていうカテゴリーがあるんですか、はい、買える、はい、それしか僕やらないんですよ、一応、まあ、割と名人って言われるぐらい、それでオリジナルを作って、はい、ただもうこのイベントに出たいっていうだけでキーホルダーに乗り込みして、あ、本当はこれルアーも使うもの、これ貼り付けるから、そのまま、あ、そうなの、そうなの、こっち、ちなみにこっち貼り付いてないでこの、まあ、キーホルダーユニットを外して仮にユニットをつければ、そのままそれがその魚から見たときに、はい、なんていうの、その小魚に見えるっていう、そうですね、小魚だって、まあ、一応フロックなんでカエルに見えるのがありがたいから、カエル食べる、カエルめっちゃ食べます、あ、これじゃあもうこのまま使えます次に、はい、はい、だから今日もう買ってくださる方がいるかいないかわかんないですけどもしいたら聞いて次で使うとなったら針もプレゼントしようかな、いろいろアドバイスできるよっていう、はいはいはいありがとうございます。すみません。釣り行ったことありますけど。あれもモンスターで、ね、53cm。え、これ相当来るんです。だけどこれ、ね、いろんな仕掛けがある。サビキもいろいろあるじゃないですか。針の、あの、動きだとか。網があって、糸が、あの、針があって。この噴水ってバルサンドすごい。あ、すげえ。上なんですよ、ターン、ターン、うんうん、だから、そのまま負けるんですよ、だから、あ、切れちゃったっていう、なんか、パーキングになるんですよ、このサイズで、それ用のもので、臨んでるから、切れることもないし、ゴリゴリゴリクリスマスの日、これ10パーツ、これ最後に、1パーツか、めっちゃバケにこんなの多いんですよ、ちなみに、ビワコはもっとでかいこれ釣れたら何回か釣れた12ですね、で、あの 3D プリントのパーツが2回釣れて、この首のところと、はい、この背中と体がこう外れるようになってます、ここのところと首のところが 3D プリントパーツ、これはここだけの限定で釣れるようにしてっていうのも、これあの違うパーツとかを 3D プリントで新しく作って付け替えれたりとか、はい、そういう遊びがするような遊びを考えてました、もしかしてこれを僕のファンの方が学んでくれたらありがとうございます、はい、
絶対タイミングよく戻ってくるよタイミングよく戻ってくるないただきましたありがとうございますチームの人おしゃれですやんおしゃれやろなんか雰囲気変わってますやん変わってんやろどう行けてるやろ撮ってくれた撮ってくれたえソフトビアでいらっしゃいオプションも結構来てますねそうですねありがとうございます、はい、まあでもいいんちゃうソフトビアで折りつしてくれたらどっかスペースさあ、何を言ってんの恥ずかしいわ。絵本もね、絵本もちょっとバラッと見てください。バラッとね、バラッと。これどこで買えるんでしたっけ？これはね、Amazon で買えます、はい。今日はここでも買えます。これで検索したら、はい、いけるとそうですね。はい、月曜ロボ、絵本で検索してもらったら、できます。はい、C でもいいっすね。ありがとう。さっさんこれも書いてなこれ何のキャラなの何のキャラでもないふざけたシール伝わらへんねんけどふざけたシール作ってみたから持って帰ってなそうやねん俺はもわかるなんで販売してるのなんかわかれへんなんかわかこの子誰ってなんもないおたこちゃんおたこちゃんそんなんあ、これも飾ってみようゲッチャリマンはいこうさあさあありがとうございます。そうですね。化け物系がちょっとここの恐竜とか合うので。ここは何でした？何でした？どうですか？お父ちゃんとお父さんなんですね。ちょっと僕アニメは見てたんですけど、お父さんこんななんですね。すいません。知らなくて詳しくないんで。詳しくないんで申し訳ない。ロブデーさんナショナルに聞かなんて僕これお値段同じなんですね。そうですね。お得ですね。はい。どういうことですか？いやお得なんです。ね。お値段据え置き。これってソフビですか？はい。これなんかずっと前に言ってたんですかね。え？なんか。そうですそうです。ずっと前に言ってたんですね。これみたいな角度なんでしかも。これしかもピンポイントでやってもね。これピンスポ当たってますやん。狙い通りですよ。今回 の, あのおすすめってこちらですか？そうですね、一応これがワンフェスでも販売したんですけど、はいはい、あの紫外線で色が変わるやつ で, ああでここ の, あの色がついてないところが、はい、あのちょっと濁ったクリアなんですけど、はい、これが紫に変わります、はいはい、これ違うんじゃないですか？そうですねみんなそっち全部一個一個違うんじゃないですか？すごい個体差がめちゃくちゃあるなんかお客さんになんか嬉しいその仕掛け仕掛けじゃないけどいいですねそう一体一体が違うっていうのはなんか嬉しくなりますよねその代わり買うときってこう選ばはっていう感じです後ろとかも全然どれしようかなって違うのでこんな感じでもう個体差も全然違うんで、はい、あどうぞどうぞシールもつけただけ持ってくださいこれただ嬉しい仕掛けちょっと僕も勉強になりますわあの着脱ができるやつでカブトムシとクワガタがああそういうことも考えてないすごいねこれちょっとカスタムなので抽選の販売にはなるんですけど一応夏っぽい感じで今後も出さはる初級は販売するんですけど
多分もう夏の時期が終わってしまうので、はい、やるとしたら来年やる予定ではいます。今回限りではないって。そうですね、今のところ、はい、ちょっと色が変わったりとかもするかもなんですけど、手に入れなかったあれですね、指摘されたからちょっと今回はって、お父さんあれでリアルカフォンがいいやって数えてましたあれはもうダメですよ、プロ者みたいで、いい年した人から、はい、今回の推しはこれですか。推し、はい、あの作家自身、ああ撮影生徒俺を撮れとこれは東京土産販売持ちですよ。はい、売り物じゃん。シールとか名刺はいくらでも取ってます。ありがとうございます。大川さん、この間あげたけどね。いや、いや、あげたよ。すいません、あの、この日買ったものを電車の中に置き忘れてしまって。マジで。そうです、何万か買ったんですけど全部。はい、で、結局見つからなかった。ああ、え、ジェイさんの個展に行った時とかはまさか自分が装備を塗るとか夢にも思ってああ、今塗ってますよね、いっぱい。そうですね、はい。本当ですか、ね、やっぱね、ついに JJ さんに恐れようって。いや、だって勝ってたおっしゃいます、勝ってたから、やっぱり。あのむちゃくちゃ好きって言ったの。いや、だから、その時に本当に話しかけてくれて、はい、すごく褒めてくれたから、はい、何者なんだろうと思って誰こっち俺いっぱい持ってるよ。それ見たら、いや、あんたの方がめちゃめちゃ絡みいいじゃんって。そんな人にも言われたらすごく嬉しくて、はい、AJ カードジャンキーカラー大好きなんで、はい、あれはもうビビッといいでしょ。いや、マジで甘すぎます。色気のある立ち方ってありますもんね。色気はない。セットで貼り付けてきました。何をアシスタントアシスタントするのか
もう火曜の朝には私これが欲しい、はい、これめちゃめちゃいいですよね。宣伝だけしていただけたら。これ猫っすか。これ猫です。これハート様って猫って言いましたっけ。おそらく江原さんの好みなんで、そこにその 原作のって言われてはおそらくないと思う。世界観出したんですよね、江原さんの。これは買えないね、買えるチャンスなさそうだね。いやでも多分しよう。はい、一番はこれ、まあ、オーソドックスな、はい、お型塗りっていうとあれですけど、焦げ茶立ち上げで陰影乗せて自分の好きなウルトラマリンブルーと、はい、スカーレットかな、朱色ですね、赤じゃなくて朱、はい、色って感じですね。2番は、まあ、コナンとかスワンプシングとか、まあ、色味だけですけど、まあ、なんかこう緑とかの植物とか沼の妖精っていうか妖怪っていうか、はい、そんな感じですね、はい、3番は何でしょうね。やっぱりそのなんか青をみんな好きって言ってくれるんで、その紫からウルトラマリンブルー、はい、水色っていう、とにかくパッて見て美しいっていう風になんかこう感じられる色、はい、っていうことで、そうです、はい、仕上げました。はい、はい、以上です。スイカはいいですね。実の色がなんかいい感じ、スイカの色、うん、いい感じ。こっちの子よりこっちの方のが人気なんですよ。やっぱりこの目の質感の関係上なんですよ。目の質感、この光がこう通り過ぎる時みたいな感じがいいですね。え、これ僕の音声後からこれカットするの大丈夫？そのまま使います。あ、はい、使ってよ。もう基本的にカットしない、うん、あ、これこれも、あ、この原型ですね。2キャラ。これは藁人形。そうです、猫の藁人形。この布の質感ってすごいですね。これデジタルの方がいい。さすがにこれは、さすがにこれは。これはめちゃめちゃ可愛いね、やっぱり、うん、ワンオフの今回のオークションだとめちゃめちゃいいですね。本当ですか。まあ、前回のやつも良かったです。ああ、ありがとうございます。あのマロロのやつも可愛いですか。ああ、良かったです。やっぱね、高橋さんの塗りめっちゃ好きなんですよね。あでもやっぱりワンオフのは結構あのなかなか手届かないので。まあそうですよね。瞳の下にね、はい、瞳の下だけそのアクセントで落ち影があるっていうのは、はい、やっぱりその絵描きさんの、はい、うん、落ち影どこに落ちかって、はい、センスなんで、はい、やっぱり太ももとかに腕の落ち影が入るんですよね。だからどこまでそれを残すかっていう、この場合だと目立つように顔のところに残してるっていう、それがなんかポイントになってて、やっぱり、はい、
はい、綺麗だなと思います。ありがとう。かわいいね。ありがとうございます。ほんまですね。止めやすい値段。はい、ヒカキンさんが嫌いなチョコミント。嫌い、嫌いって言って、嫌いって言って怒られたよね。そうそうそう、だからもう絶対言いませんって言って、今は好きですって多分言ってたと思う。僕もチョコミント嫌いなんで。嫌いなんで食べれない。僕も食べない。ごめんなさい、色味はめっちゃ綺麗なんですけど、はいはい、分けて食べたいんです。あのミントはミント味 で、はい、でチョコはチョコで。でも若い子って結構チョコミントって、娘たちはチョコミントがいいっていう。ミントも嫌いなんで。あ、ほんまですか。このガツラがめちゃめちゃしたいんですよ。あ、アルフォンドがめっちゃ落ちるんですよ。どこからむちゃむちゃ見てましたもん。どこ間に合うか。ちょっと、まあ、一応数持ってきてるんですけど、結構こういう守ってから かわいいのがね。あ、本当だ。ポリスのポリスのポッコちゃんとこの下のやつはだいぶ世界観が違いますね。はい、これも可愛いですね。あ、可愛いですか。コウイカちゃんとタコちゃんは可愛らしいですね。濃いですね、いろんな世界観が。ソフビってやっぱりなんかあれですよね、ちょっとこう怖い系っていう、はい、怪獣怖い系、そういうのが、ね、望まれる方が多いですよね。かわいい系とか、うん、素材的にあんまりこうメカメカはメイン、ね、メカもあるけど、メカはあるけど少ないですね。ですよね。まあ、かわいらしい。ありがとうございます。かわいらしい。うん、何でしょう、ヨーロピアンじゃなくて、あ、結構あのアメリカのさ、ね、カートンとか好きなんで、うん、結構影響を受けます。パワーパフとかも好きで、すっごい見ました。そう、影響をかなり見ました。かわいらしいです。はい、ありがとうございます。そう、だからパワーパフの続編とかで、はい、日本風になってて、いやいや、あの元ので。こっちが良いじゃないですか。わかります。この橋、結構ぽっちゃりが好きなのね。はいはいはい。ぽっちゃりしたものに弱いから。はい。はい、この間この黄色いのも。はい。ひよこじゃないけど、ひよこカラーみたいな、はい、黄色いの買わせていただきました。はい。一応これあれですよ、あの僕のギャラクシアンとか。はい、インベーダーとか、はい、そっちの世代なんで、はい、テーブル筐体の時代ですね。そうあのディグダグとかのテイストのあれなん違うかなって。はいはい、おてますか。ドット絵だからそうですよね。まあまあ、これとかこの並びはインベーダーの、まあ、あの、まあ、宇宙空間にこう宇宙生物並んでたら、まあこうだよねみたいなっていうのね、はい、まあ、おっさんとしてはそういう感じかなっていう。あ、このキャラはそういう世界観のもの。あ、もともとあの、98年、はい、20年ちょっと前に、はい、あのウェブでゲームを作ってて、はい、ブラウザゲームを作ってて、はい、でそのブラウザゲームっていうのはこの、はい、あの自分の漫画を登場するゲームを作ってて、はい、いろんな惑星に行って、はい、あの自分もこういうモンスター捕まえようっていうゲームなんですよ。でそれに出てくるモンスターっていうのは、まあ、昔から当時作ってあったんで、それをこの2年前に装備始めると思った時に、はい、あ、じゃああのキャラクターで、2万2000円
商品を作れる、はい、自分のキャラクターなんで作ろうかなって、まあこの辺ができて、はい、1800円購入されてます。いろいろ教えてくれてありがとうございます。動画でなくて画像なんですか。動画今のおしゃべりも入ってます。私の好きなミルティさんです、はいはい、お願いします。ここを見ていたところありますか。ここですよ。もうそこしか見えない。ここ語れないじゃないですか。掘りふたげられへんし。素晴らしいです。はい、またあの塗らせていただきたいと思ってます。はいはい、かわいいでしょう、これ。ステッカーもあるんで、はい。買えないんですよ。お昼過ぎないんで。こちらは？あ、今日あの居候させてもらってます。はい。はい、今後出すよって。ここ、遊びで。はい。セリーヌ。セリーヌです。あの、いつもは瓦礫作ってて。はい。なるほど。そうなんです。僕も瓦礫界の人間です。はい。ゼリーワンちゃんです。デザインスで販売予定。はい。セリーヌ。セリーヌです。クリアカラーで出るみたいな。はい。なるほど。やっぱりゼリー感で。ゼリー感。これはガトリングガン。これはあの 3D プリンターですか。もともと 3D のものを、工場で量産してもらってますね。はい、すごいですね。手持ちの武器をいろいろ持ち物をいろいろ変えられるっていうのがいいところですよね。こうやって持てるので。めっちゃいいですね。男の子にはもうこれあの僕のアイデアじゃなくて小学生の男の子のアイデアなんで。あ、そうなんですか。うん。まさに男の子の発想。バスケスが持ってるようなそのボツン系の。そうですね。アイテムめっちゃありますね。これはもうこっちはだからあの奥さんが作ってくれるハンドメイドで、はいはい、僕が預かりしたのところでどんどん作られてくるんで。え、こんな増えてんのみたいな。飴玉だから食べ物と武器とあと刃物を。でも最後の処理は僕がしないといけないんでノルマが溜まってくるっていう。なるほど。いつの間にかこんなんで用意してガチャを引くと、はい、その中にこの同じテープが入ってまして、はいはい、1名様にこのセットをあげちゃいます。お得じゃないですか。お得ですけどなかなか大変だと思う。マシーネンなんやけどこの可愛い感じがね、はい、そうですね。お玉ちゃんが上に乗ってて、はいはい、ちゃんとこう着脱できるっていうね、はいはいはい、これは竹山さんのですか。これは竹山さんモデルですよ。そうです、はい、かわいいよね。はい、すごいです。よろしくお願いします。ぐちゃぐちゃすぎます。どんどん若い力こっちはスタートしてくれる。ちょっとまだ頑張ります。この水着かわいいですね。ありがとうございます。もう一体くれちゃいました。これめちゃめちゃ大変ですよね。大変ですね。今度生まれ変わったら僕ね、美少女に生まれ変わりたい。どう考えても売り子は僕よりも矢津さんの方が良くないですか。そりゃそうよ。これ作ったの誰、はい、お前かよ。これ水着後ろってどうなってる。後ろあのもう髪の毛で。あ、見えないから。なるほど。なるほど。で触っていただいて大丈夫。ちょっとだけ見せていただきます。あ、こういう感じか。いいね。あ、お尻の部分ちょっと見えてるんで。あ、これこの残りの2つは残ってます。あ、はいはい、あ、こっちはもうホタテちゃん売り切れちゃいました。 ありがとうございます。これがとりあえず、あ、これデフォルトがデフォルトが螺族なの。そうなんですよ。
多分だから鹿児島屋みたいな、うん、で家に帰ったらここ着てる方が珍しいんですよ。なるほど。寿司では初めて海に海水浴に来たら鍋か。はい、渋谷でちょっと挨拶させて、はい、報道の方で働いてる僕 の, あのアシスタントっていうステージ君、偉かったな。尾形さんはアシスタントで作ってるどんな気やねん。 DM 来て、なんかプリンターさんなのにDM 来て、尾形さん、僕のアシスタントでお願いします。まだちょっと装備会では新人なんで。いやいやいや、大田さんも作る予定なんですか。作りたいですよね。あ、今瓦礫は、私の瓦礫ができたら、あの送ってね。めちゃめちゃ好きじゃない。めちゃめちゃ好かれてるじゃない。いやいや、真っ白なんですよ、肌が。低くなくて、もう低くない。そうなんですよ。下目さんの話したらいけませんよ。押し島いい肉さんの話ダメですよ今は。これ下目もいい肉ですけど。下目いい肉。下目いい肉。下目さんのこれなんて言ったらいいんやろうね、この。この手書き大変ですね。独特のそのまあ小栗作さんみんな独特なんですけど。下目さんのこの。あ、もうよかった見てくださいよ。また言われる。どこまでも伝ってくれるな。ブラシが緑がどれにしますか。闇取引みたいになってる。闇取引になります。言った同じなんだよ。危ない会話になってこれ僕いえいえ、お知らせの方がいい。なんでしょう、これ不思議なんですよ。なんとも言えないかな。不思議です。あ、もう全然何も出ない。ちょっと老眼に苦しいですけど。あ、僕も老眼なんで、もう分かります。もう老眼鏡はね、虫眼鏡やってきましょう。虫眼鏡いいじゃないですか。あ、もう売り切れてませんやん。そう、それだけ少なくて必死で撮影してるから間に合わないんですよね、もう。こんなミニバンが出てるんですね。はい、ミニバンが出てるんですね、今。素晴らしい。いや、ありがとうございます。お、なんと、こちらは、はい、着脱。そうですね、さすが。はい、なんで、かば焼き場所がやったんですよ。はい、はい、俺は剣道やってるからこだわりが。そうですね、頭と墓石のセットっていうのは聞いたことがない。すごいアイデアですよね。アイデア、言ってみても びっくり。あ、これはピラミッドもあるんですね。はい、すごいですね。お墓の底火を作ろうと思ったのは どういう何か。お墓の底火はお墓の底火がないから作ろうと思って。一応墓じまいが多いっていうんで、墓じまいした家にじゃあ底火のお墓をどうですか。そんなそういう社会派底火しか作ってない。聞いてますか。はい、聞いてます。ちゃんと録音しましたか。はい、はい、ありがとうございます。いいなこれ。ごめんなさい。どうぞ。どうぞ。すいません。何でしょう。石原さんと。どうも先生。スイカじゃん。かわいい。かわいいね。スイカ。骨に魚。あ、魚とカメ。魚とカメ。魚とカメ。あと裏カメ。裏カメ。いいですね。独特の、はい、なんていうんですかね、まあ、昔ながらって言いますか、はい、優しいね、okay. この流れの。めちゃくちゃ安いよ。うまい。2万9000円。半分。これ、めっちゃ大きくなりましたね。そう成長したい。リニューアルでまたちっちゃい子が年末に飼い主と一緒に。これちょっとあのなかなかこの黄色い可愛い子がいてはりますね。はい、ああなるほど。そうですね。あ、この本で、その下のちっちゃい子がリニューアルで今後販売っていうか、はい、ニューリア、ニューリア、はい、飼い主が一緒に。サンプルちょっと持ってくるのが忘れた。ニューリアル、はい、
出たんやろね。全然撮影できんかった。これコントローラーいいっすね。あー、ありがとう。ゲーム好きなんで。可愛いね。これいいね。なんか僕の分かりもどこ行った。あれもう持ってかれちゃいました。瞬殺あれ。撮影してなくて。よかった。だってあれ安すぎるよね。しかも早いもんじゃったら僕ら行くもんね。いつも会場してたじゃないですか。で、なんか急にここに立ってる人がいて、いかがいたしましたって聞いたら、かけてくれる。よかった、これください。バーニングください。よかった。だって、行ってしまうって言われたけど、いや、あのお買い上げ、はい、お買い上げいただいたあのカレゴンのいいっすね。俺撮影しようってもうなくなっとったから。俺色数少ないですけど、はい、結構頑張ってちゃんと塗ってるんですよ、はいはい、一番暗いところ黒で、はい、これね写真だと飛んじゃうけど結構一応肉眼で見る方がいいですよね、うん、めちゃくちゃいいですね実物見て、モールドが入っちゃってるんでドライグラスなんですけど、ちゃんとその陰影を360度陰影ちゃんと置いてますので、どっから見てもある一定の光源での時にその立体の表面に貼り付いたものを全部描画してるんで、これ、はい、はいはいはい、お疲れ様です。ニャオバグの方が気になるんですけど、飾るスペースがない。あ、さん。お金と場所。岡田さん。僕のアシスタントの岡田こと。ヘアブラッシュの僕の先生です。はい。私、七星さんに。ロゴ型を教えてもらって、はい、っていうやつの流れの、はい、あ、すいません、ね、その前にあの塗装を教えていただいて、すいません、あの何にもできへんサクさんが迷惑かけてすいません。めちゃくちゃな雰囲気ですね。軽いノリだし、はい、撮ってる時にダメだったね。いやもういいですよ、もうこの音声丸々使うんですよ。はい、ちょっとあの渋谷に来ていただきます。いいですね、これめっちゃいいっしょ。かわいいね。遅い持てるっていいっしょ。あ、なるほど。あ、タッコちゃん的なね。はいはいはい、なるほどね。かわいいですね、はい、あのシャチフェスもあったんですよ。ブイブイ言わし、言わし、はい、ブイブイ言わせないですけど、ありがとうございます。 TBS さんをもう占領して全部並んで、が乗らずねや、全部俺の商品に、俺の商品、俺って言ったんでね。おんぶに抱っこをしていただいてるらしい。素晴らしいですね。この方、こちらと申します。多分、なんでアシスタントなのかよくわからない。そこから。よろしくお願いします。色塗ってるのがカレゴンを買わせていただきます。カレゴン買わせて。はい。買いました。3つの中でどれかでもいいかと思いに。自分生まで1回無料で、あ、なるほど、はい、やっぱり夏休み向けの企画ですか。お祭り、はい、気分で、あ、しかも1回100円ないね。お子様への小さい子へのサービスって、はい、素晴らしい。ペイントすごいっすよね。あの X で拝見させてもらってます。フルビーペインターとして1年目なのでこれから頑張ります。はい、なんか変わりました。あ、自分は強くもした。あ、そうですか。あ、これ可愛いね。
ソフビ、割れる心配が、瓦礫だとピンセットとか、そういう話になったら、髪の毛とか、はい、ソフビそこまで、そうですね、神経使わなくて、パッて抜ける。ここはちょっと気柄、あとパーティングラインとかも消さなくていいんで、そういう部分はありがたいですね。アクリル絵の具なんですか？そうです、はい、アクリル絵の具です。素晴らしい。これ塗られたんですか？あ、そうです。はい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 。何が当たったの？配管です。撮影させていただきます。どうぞどうぞ。今塗るのを練習してるんですよ。朝食って難しいですね。朝食って感じ。自分が朝食しないんで行こうと思って、市販された色をやろうと思ったら、思った色と違うて、これ難しいな。朝食が大変なんですよね。そうですね。そう、大事。種類が少なすぎますもんね、豆腐専用から。いやけど、少ないけど、はい、朝食する限定だから、ああいうことなんですよ、ね。やっぱりプロ仕様やから自分で作れた。あれと思って。まあけど仕方ない。もうそういうもん。ちょっとずつやって学んでいきます。どうぞどうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。今回はちょっとペインターの尾形さんと撮影させていただいたっていうことなので、ペインターの方の、解説も交えて撮影させていただきました。ありがとうございます。今回も素晴らしい作品ばっかりで、僕もいろいろ勉強になることがいっぱいありました。次回以降にまた関西のイベントにさっさんも出展できることがあれば頑張りたいと思うので、よろしくお願いいたします。はい、まあまだお話できないことがいっぱいあるんですが、ちょっといろいろプロジェクト立ち上げてさっさんも頑張っていますので、よかったら応援してみてください。で、ささん頑張れよっていう風に言っていただける方はよかったらメンバーシップの方も募集してますので、よろしくお願いいたします。はい、それではありがとうございました。スペースさあ